こがありさのビール塾。皆さんこんばんは。良い子の味方、ビールお姉さん、こがありさです。さあ、それでは本日もビール塾始めていきましょう。今回はですね、ビール塾上級編です。上級ではですね、ビアバーを攻略しようということで、ビアバーについていろいろとご紹介していこうかなと思っております。ビアバーといえばね、ちょっとハードルが高いなと思ってる方いらっしゃると思います。大丈夫です。この動画を見終わる頃にはきっとビアバーに行きたいとうずうずしているはずです。ということで、今回まず第1弾はですね、ビアバーがどんなところなのかということをご紹介していきます。まずは乾杯からしていきましょう。今日のビール、スプリングバレー豊潤496、これで乾杯しましょう。それでは今日も一日お疲れ様でした。乾杯。うまい。それではクイズからいきましょう。今日の講義を見ていればきっと答えが見つかるはず。ビアバーとも言うんですが、ビアパブって言ったり、あとはブルーパブっていうものもございます。ではこのパブというのは一体何の略なんでしょうか。1、パブリックゲーム。2、パブリックハウス。3、パブリックビューイング。4、パブリックルーム。さあ、この4つのうちどれが正解でしょう。パブっていうのはパブリックのことだったんですね。ではこの答えは講義の中で紹介していきます。では授業に入っていきましょう。今日はビアバー攻略への道。ビアバーってどんなところ。まずはビアバーとはどういうところなのか。そしてビアバーの中でもブルーパブってどういうところ。それから全国各地のビールイベントについても触れていこうと思います。そして各地で行われている醸造所見学、ここもちょっと触れていきましょう。まあ、簡単に言うとビール専門の飲み屋のことです。世界中の何種類ものビールを取り扱っていることが多いです。瓶ビールとか缶ビールとかを中心に、もう本当に何十種類とか何百種類も取り揃えているお店もあれば、樽のビールをつないで、こうやってガーってね、樽生で出してくれるお店とか、形態は様々です。そして時期によって取り扱っているビールが違ったりするので、行くたびに珍しいビールだったり、新しいビール、新鮮なビールが味わえるのも特徴です。で、今、この珍しいビール開店してるよとか、 SNS とかでね、情報発信していることが多いので、そこでまず事前に情報をチェックしてから、お店に行ってみるのをおすすめします。で、ビアバーっていうとね、まあ、クラフトビール自体がそうなのかもしれないけど、ちょっとお高め、高級なイメージがあったりするかもしれません。でもね、今はカジュアルなお店も増えてきているので、ぜひね、そういった情報も事前にチェックしてから行くといいかもしれないです。で、ビアバーってやっぱりビール専門っていうだけあって、お店のご主人もお店に来ている人もビール好きな人が本当に多いです。なので、初心者でちょっと心配だなという場合でも、店主さんに言えばおすすめのビールを教えてくれます。じゃあどんなビールがいいですかって多分聞かれると思います。甘いのがいいのか、苦味が強いのがいいのか、軽く飲みやすいのがいいのか、黒系のビールが好きなのか、白っぽいビールが好きなのか、そういうところからおすすめのビールを選んでくれます。で、安心してもう委ねちゃって大丈夫です。そしてね、ビールがちょっと苦手だなっていう方でも大丈夫です。絶対に美味しいっていうビールに出会うことができます。ビールって何種類もあるので、必ず好きなビールに出会えます。なので安心して行ってみてください。さあ、それでは日本のビアバーの始まりについてお話をしましょう。日本でビールが作られるようになったのは150年ほど前です。日本で作られるビールが安定しだしてからは、ほとんど海外のビールって飲まれなくなりました。もう大手のビールがほぼほぼ飲まれている、消費されているビールでした。それから100年ぐらい経ってから、大手ビールが海外のビールを輸入するようになりました。そして国内で販売をする、代理店として販売をすると。でもその目的としては、海外の様々なビールを知ってほしいというよりも、若者向けのファッション的なおしゃれな感じのビールっていう位置づけで販売をされていました。だいたい1980年ぐらいですね。そのあたりから海外ビールをメインにした、それを目玉としたビアバーっていうのも増えていきました。そのあたりからね、結構ね、このビアバーがちょっとずつ身近になってきたかなという感じです。1986年にベルギー
キービールの専門店ブラッセルズっていうお店が神田にオープンしました。これはね、今でもあります。でここが日本のベルギービールの歴史の始まりと言われています。それからね、ビールクラブポパイっていうのが両国にあるんですけど、ここはね100タップもビールがつながってるんですよ。僕はもともと1985年、昭和60年洋風居酒屋として両国でオープンしました。それから1996年に全国各地の地ビールが飲めるお店としてリニューアルオープンしました。最初の方はね、3タップから始まったんですけど、そこからだんだんこうビールの数が増えてって、ついには100タップまで増えました。だからもう本当に全国各地のいろんなビールが楽しめるんですよ。でここのお店のすごいのが、世界的なビール評論家でマイケル・ジャクソンっていう人がいます。かの有名なキング・オブ・ポップのマイケル・ジャクソンとは別人です。キング・オブ・ホップって呼ばれてるマイケル・ジャクソンっていう人がいるんですけれども、その人が英国紙新聞で紹介したことがあるんですよ。グレート・ジビール・パブ・ポパイっていう風に紹介されたこともあるようなすごいお店です。ぜひ行ってみてください。まあこの他にもね、全国各地にビアバーってあるので、身近なところでね訪れてみてほしいなと思います。パブの発祥はイギリスです。ルーツを遡っていくと11世紀から13世紀ほどまで遡っていくんですけれども、パブという名称が使われ始めたのは18世紀頃のイギリスです。で最初にクイズありましたね。パブって何の略？正解は2番パブリックハウスが正解でした。もともとパブリックハウスっていうのは社交の場だったりとか集会所だったりとか、みんなが集まる場所だったんですね。で時にはそこで結婚式が行われることもありました。そこがだんだんとお酒を楽しむ場所に変わっていったんですね。で現代のイギリスでは、お食事というよりもビールをはじめとしたお酒をメインで楽しむ場所として今は親しまれています。じゃあ続いて、ブルーパブとは何なのか。ブルーパブっていうのは、ブルー、醸造するっていうことですね。なので、施設内で醸造をしているビアバーのことです。まあ特徴としては、すごくフレッシュな出来たてのビールが味わえるっていうこと。それから、見学をさせてもらえることもあります。その他にも、ガラス張りでタンクを並べているところが結構多いので、もう目の前で醸造しているところを見ながら飲むことができる。それから珍しいビールを飲むこともできます。小さなブルーパブとかだったら特に実験的にこんなビールを作ってみようっていうのがあったりするので、そしてもうその場でしか飲めない、行くたんびに新しいビールが入っているとか、もちろん定番のビールも置きつつ、そういうちょっと遊び心満載のビールを楽しむことができるっていうのもブルーパブのいいところ。そしてこのね、地ビール解禁っていうところね、これは以前にビール塾でもお話ししたことがあります。1994年に酒税法が変わりました。それまではもともと酒税法で決まってたのが、ビールの製造免許を取得するのに必要な年間これだけ作らなきゃいけないですよっていうビールの量が2000キロリットルだったんですよ。これって個人でやるにはなかなかハードルが高い。だからもう大手のビールしか通用しなかったんです。これが60キロリットルまで下がりました。ここで一気にハードルが下がったわけです。それからいわゆるマイクロブルワリー、小さな規模でクラフトビールを作るところが増えていきました。そして発泡酒だったら年間に作らなきゃいけない量が6キロで大丈夫。こうなるともうぐーっとやっぱりハードルが下がりますよね。そこで小さなブルーパブでは結構発泡酒の免許で営業しているお店も少なくないです。で今はだいぶその免許を取得するハードルが下がったので、ブルーパブもいろんなところで、全国各地でブルーパブで楽しむことができると思います。じゃあね、今ビアバーについてお話ししてきたんですけど、やっぱりまだビアバーに行くのはちょっとハードルが高いなっていう方、ビールイベントに参加してみるのはいかがでしょうか。まあ、規模感としてはね、いろんなものがあります。例えばもう大規模なもので言えば、オクトーバーフェスト、ベルギービールウィーケンドとか、大きいものではこういったものがあります。でこれはもう本当に世界のビールを楽しむっていう感じですね。でそして、まあ、日本のビールを主に楽しむんだったら、埼玉の欅広場でやってるビールフェス、埼玉の欅広場ビール祭りですね。これはね、今年は3年ぶりに開催されました。
5月の12日から15日ここで開催されています。例年ね、春と秋に2回ずつ開催されているので、春ちょっと間に合わなかったなっていう方は秋にもまだチャンスがあります。今年開催されれば、そういったところでね、全国各地のビールが味わえるので行ってみるのもいいかもしれないですね。そしてビアバーよりも多分ハードルは低いです。もうお祭りです。でも普通のお祭りと同じようにいろんな各ブルワリーが出店していて、でそこでいろんなブルワリーのビールを楽しめる。ここでビアフライト、これがね結構おすすめで、ビアフライトって私の YouTube のタイトルでもあるんですけど、いろんなビールをちょっとずつこう楽しめるセットのことです。で各ブルワリーが出店しているお店でビアフライトを頼めば3種類とか4種類とかで少量ずつビールをついてくれます。いろいろ飲み比べてみて、あ、美味しいなって思ったのを今度は大きいグラスで頼むとか、それかもうビアフライトばっかり楽しむっていうのもありだと思います。で全国各地のフード、おつまみもいろいろ楽しめるので、ここはね本当にただただ楽しいです。そこで気になったブルワリーをチェックしといて、取り扱っているビアバーに行ってみるとか、まあ、その足で行ってもいいと思います。なのでビアバーまだちょっとハードル高いなっていう方はビールイベント行ってみるのをおすすめします。これもいろんなブルワリーでやってます。ビールの醸造工程、通常はね1ヶ月ぐらいビールを作るのにかかるんですけれども、これを30分から1時間ぐらいでゆっくり丁寧に案内してもらうことができます。まず原材料はこういうのを使ってます。そしてまずは麦を煮沸してとか、なんかもうそういう醸造工程を知ることができます。なのでね、よりビールを身近に感じるというか、ビールってどうやって作ってるんだろうって、なんかビールに興味を持つまではあんまり考えたことなかったんですけど、醸造工程を見ると、あ、こんな風に作られてるんだっていう新しい発見がいっぱいあると思います。でね、結構大手のビール工場とかも全国各地にあったりするんですけど、そこでは無料で見学できて、でさらに試飲もついてくる、何杯分かついてくるというかいうところもあるので、すごい気軽に参加できるんじゃないかなと思います。そして併設されてるレストランで出来たてのビールとご飯を楽しんだりとか、あとはお土産ショップもあったりするので、そこでグラス、専用のグラスだったり、もちろんビールだったりっていうのも買うことができたりするので、もう醸造所見学はねすごいすごい楽しいんです。醸造所によっては原材料を実際に見ることができたりします。おつまみでね、麦をいったやつ、麦がねをいったやつを出してくれたりとか、食べられるんですよ、ポリポリって。タイミングが良ければ麦汁を飲ませてもらえたりもします。麦汁ってまだ発酵とかホップ入れたりとかする前の本当に麦を煮たやつ、甘いんですよ。これが本当にビールになるのっていうぐらい甘くて、これももう醸造所見学ならではの体験です。で、ここ数年はね、やっぱ醸造所見学お休みしてるとこも多かったです。なので、オンライン見学、こういったことをやってるとこもすごい増えました。醸造所見学、実際に行くのではなかなか入れないようなところをオンライン見学だと見せてもらえるんですよ。イベントでオンライン見学とかになれば、事前にその醸造所で作っているビールを参加者お家に届けて、それで一緒に乾杯しながらそのビールが作られている工程を見るっていう、これがまたね楽しいんですよ。より美味しく感じるっていうね。で、作ってる人の実際の声ってなかなか聞くことができないので、その場で質問をしてみたりとかね、そういうオンライン見学も今ね結構盛り上がっています。でね、やっぱ遠いところだとなかなかイベントも参加できないし、見学にも行けないっていう場合でも、もうオンラインなので全国、下手すればもう全世界から参加することができるので、そういうのもオンライン見学のメリットですね。で、今は徐々に実際の見学、醸造所見学を再開しているところもいっぱい出てきましたので、ビールをもっと知りたいっていう時にはもうぜひこのね、旅行先で醸造所があれば醸造所見学っていうのも一つのいい旅行の思い出になるんじゃないでしょうか。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。さあ、いかがでしたでしょうか。ビアバー攻略への道、今日はね第一歩目というところで、まずはビアバーがどんなところかっていうのをお話ししてきました。ビールイベントだったらハードルも低いので、ぜひお近くのビールイベント行ってみてください。さあ、ということで、この動画が気に入ったよという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価とコメントもお待ちしております。ビールに関するご質問何でもお答えします。次回はビール用語についてお話ししたいと思います。それではまた次回もお楽しみに。バイバイ。